池上、あんた今さ、小春ちゃんのデカパイやらしい目で見てたっしょ。池上君。いや、違う。どうしたの、池上君。何やら騒がしいようだけど。福永さんにいかがわしいことをしたのですか。それは問題ですね。な、そんなこと。不潔ですね。ここ私立桜郷学園は由緒正しい全寮制の女子校だった。新理事長の就任に伴って新設された特別推薦枠として初の男子生徒となった俺は、入学して初めて自分が学園唯一の男子生徒であることを知った。甘酸っぱい学園生活への淡い期待は完膚なきまでに叩き潰され、化け物を見るような女生徒たちの忌避と嫌悪の視線に身をすくめて日々を過ごすしかなかった。あ、まったく、あんなくだらないことで私の手を煩わせないでほしいものだわ。申し訳ありません、理事長。どうしても直接相談をということでしたので。吉祥寺さんに久我さん。もうゆり子、二人きりの時は理事長はやめなさい。一応は公的な場所ですので。理事長だって。計画の方はどうかしら。はい、順調です。池の上匠は皆の吐け口として迫害されていますし、それを不自然に感じている生徒もいません。しっかりとマインドコントロールが浸透しているということね。はい、彼自身もストレスを感じているようですが、逆らうような行動には出られないようになっています。まだまだこれには頑張ってもらわないといけないわね。はい、この魔力が宿ったオルゴール、この音色さえあれば。ええ、あれだけの集団催眠がかけられるなんてね。あんなくだらない男をそばに置くのは不愉快だけれど、奴隷という役割をうまくこなして役に立ってほしいものだわ。奴隷、集団催眠。それじゃまた明日。あ、これにそんな力が。そこで何をしているの。あ、驚いたわね。理事長室に一般生徒が勝手に侵入するなんて、どういうつもりかしら。全部聞いたよ、君たちの企み。クラスのみんなを洗脳して俺を生贄のように思い込ませて。それがどうしたというの。あなたのようなクズには関係のないことよ。とにかくそれを早く返しなさい。一か八かだ。やめなさい。催眠にかかった。これから吉祥寺さんは俺の言うことに一切逆らわず、従うのは当然だと思うようになる。はい、池の上匠の言うことには一切逆らいません。さあ、いい加減私の手を煩わせないで。いいから早くそれを。生意気な口を聞くな。はいと返事して、そこに気をつけた。はい。聞いてるのか。まったく、いつまで手間取らせるの。これだから無能は嫌いなのよ。うるさいな。君は俺に逆らえないはずだ。